車なんですけれども、とっても同時に九州から北海道まで宣伝活動に行ってらっしゃるということは、たくさんの方々にこの福島方言に来てほしいし知ってほしいっていう、そんな思いもあるからあちこち来てくれる。そうです。で、今回の福岡の方々って十数年来てくれたんですけど、すごい、まあ、10年以上だったんですけど、来てくれたというか、そうですね、東京もそうですけど、そのなんかこう自分の地元から集まっていただける、検証キャリアの関係性。